さあ、東急列線生放送でお届けしておりますよ。今ね、ちょっとした情報が入りまして、沖縄隔離期。沖縄隔離期、6月6日、東急大会の、ちょっとしたアトラクション、C の3番線の前に隔離期やるそうですが、この予活対違反組合、隔離期対決、いわゆる相撲対決ですよ。出場するのは予活組合から代表は、はい、赤嶺豊さんだそうですね。あいや、あいや、あいやでおなじみの、はい、赤嶺豊と、豊さんと高花グループの、はい、上川大輝さんがやるそうですね。どういう話し合いでそれになったんでしょう。はい。もうわからないですね。赤嶺豊 VS 大輝の勝負、瀬古対決というふうになっております。これすごいのが、赤嶺さん、その隔離期やる前にですよ。隔離期やる前にシード4番戦で流星白雪喧嘩させるんですよ。うん。いつもあんな牛の試合の時に、ただでさえ緊張している人が、その試合終わった後、すぐ隔離期やらないといけないっていう、大丈夫ですかね？ちょっと間開ければいいのに、なんで4番戦の後にすぐ隔離期なのか。ああ、ここで万が一白雪が負けたりとかしたら、どういう気持ちで隔離期に挑むんでしょうか。はい、瀬古対決、ここも注目です。ああ、雅也さん、あ、中入ったら、はい、玉木雅也さんが今、来ました。東急連合会事務局長、この後8時台はさあ、ゆいさんも俺もありますが、はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、今日あの、ちっちゃいやつがずる休みなので、あ、マスターさんですね。はいはい、マスター氏が休みなので。皆さんこんばんは。はい、あれなんか痩せました。ちょっと T シャツでかな。T シャツじゃないですか。あれあれちょっと痩せ、なんか痩せた感じするね。あ、はい、ちょっとね、うん、ちょっと今頑張ってますよ、ま、あ、本当、はい、何、オクラ水、今炭酸水ですね。あ、炭酸水飲んでる。はい、あ、本当だ、炭酸水でですね、うん、ちょっと、はい、え、前までは普段こういう喉乾い、夏場とか飲みたくなるさね、はいはいはい、飲み物何買ってたんですか。今までですね、うん、まあ、コーヒーが多かったかな。これいいかな、うんうんうん、コーヒーが多かったかな。ああ、そう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 、コーヒーを控えて、そう、今炭酸水に変えたんですよ。はあ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 、炭酸水っていいよね。ちょっと挑戦してみようと思って。余計なもの入ってないし、そうですね、夏場シュワシュワ感で、そうそう、今暑い時期、うん、満足するわけ。いや、いいんですよ、うんうん、変にコーラとか買うより、あ、そう、意外と味なんかシュワシュワで満足するよね。満足します。なんかコーラ飲んでるような、スプライト飲んでるような気持ちになりますね。なるほど、うん、これでも我慢できるなと思って、はい、だから俺も家に炭酸水は、はい、あの段ボールケースが買ったある。はいはいはい、はい、こうやって酒飲むときにもケースがいてね、炭酸で買うんですよ。うん、だからそこにウイスキーも買っといて、はい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 、それで飲みたいときはね、うん、デイジーですハイボールで、うん、はい、健康に気を使ってそうそうそう、たまに泡盛とか島飲むときに青汁で割るんですよ。だからまだ、あ、うん、青汁初めて聞きました。青汁割りが意外とね、緑茶杯みたいな感じでいけます。あ、そうなんですね。うん、少しでも健康に気使いたいときに、はい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 、青汁で酒飲んだら、あ、よくあるさね、緑茶杯みたいな、はい、居酒屋行ったら、はい、あんな感じで普通に飲めます。ああ、またいい飲み方。うん、飲める飲める、発見できました。いいですよいいですよ、マジでマジで。ああ、そうなんですね。東急大会、はい、6月、はい、毎週入ってますね。毎週ですね、第1第2第3第4と、はい、はい、フルゲン東急組合が、はい、ね、あ、今度30周年でした。フルゲン闘牛組合が30周年って結成して30周年。おお、すごいですね。アゲナ組合は正式に結成したんですよね。はい、アゲナ組合も結成してる、うん、お、フルゲンが30か。はい、今日正式にうるま市観光振興課の方へ、うん、会長のガネコさんと、はい、行ってまいりました。ああ、本当、はい、アゲナ組合結成しましたよって。はい、そしてまた大会の方もですね、うん、受付ですね、はい、初めてなんで、やはりまだね、大会運営、一緒に、そうだね、大会運営自体が初めてだからね、うん、そうですそうですそうです、そうよ、うん、普段牛は、はい、ファイティング大吉って牛を出してるけど、大会主催するとまた違うからね。そうですね、うん、またね、一緒に行ってですね、はいはい、今日申し込みをしてきました。しかもやり慣れない場所で、だから、うん、
久しぶりのアゲナ闘牛場で開催ということで、どこまでね、また整備をすればいいのか。そうだよ、うん、あっちだってコンセントもないでしょ。そうですね、なんか発電機だよね多分ね。そうですね、今日話を聞いたらもう獅子舞フェスティバルも発電機ででしょ行ってたということで、うん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 、そう電源がないはずなんだよ、うん、発電機か、うん、そして水道は出るということで、あ、水は出る、水は出る、水は出る、うん、うん、最後にやったのが10年前だからね、うん、また待機小屋がちょっと足りなくてですね。待機小屋何等分？7等分、7等分しかない、7組分です、7組分、はい。そしてまた会長は何か、うん、まあ裏でヤーマを作ってるとか思っちゃう。あは、ちゃんと移動式の、移動式の、あもうすごいなと思った徳之島スタイルみたいになるのかな、はい、はー、いやでもね、うん、晴れてほしいな、晴れてほしいね、うん、ハゲナ闘牛場でか、うん、雰囲気はねドームとまた違った、はい、その楽しさもあるし、そうですね、うん、今日見に行ったんですけど、もう雰囲気はもう最高ですね、うんうん、そして開始時間を今回は3時スタートで行おうかなと、開催しようかなと思っております。あ、ちょっとでも涼しくなる時間ってこと？そうですね、はあ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 、1時を避けて、はいはいはい、もう1時ったらもうね万事暑い時間なので、1時は暑いよ、屋根がないということで、うん、ね、3時でもいいのかなって、はいはいはい、そしてまたオープニングの方も、うん、まあ、楽しみにしててください。あ、ちょっと音楽ライブ入れたりとか。そうですね、何か考えてるわけか、やはり、はい、はははは、あ、いいんじゃないですか、うん、なるほどなるほど、うん、おお、アゲナ闘牛組合、はあ、今回どうなっていくんでしょうね。試合開始は15時なんですけど、うん、オープニングがちょっと、うん、まだ決まってないんですけどね、オープニング時、じゃあ15時からやる予定ということですね、はい、おお、じゃあこれでもうほとんど、じゃあもう6月は毎週やることは決定ですね。6月6日フルゲーム、はい、6月13日が若獅子会、はい、で20日父の日、はい、で27ということですね、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。なるほどね、うん、6月6日の今フルゲーム闘牛組合の話をしてたら、うんうん、なんか隔離期対決で赤嶺豊さんが隔離期に出るというそうなんですか、うん、どういう組み合わせになってるんだろうという、楽しみですね、隔離期対決、あ、うん、さすが赤嶺豊と高花グループの大輝が戦うそうですね。女子対決60バンジャー VS ギャルってるわけよ、はい、60のバンジャー VS よくわからないですね。どんな、これちょっと作川さんに詳しく聞いてみないと本当にわからないな、ね、主催者に。今度また来週でも電話でちょっと聞いてみたらどうでしょうか。あ、なんかもう スタジオに来てもいいぐらいですそうですね。で、ね、あとはこの全島大会の時に、はいはい、はもうすでにプログラム配られておりましたが、若獅子会が早いですね、やることが早かったですね。もう第6回、ああ、第6回か、平成若獅子会、はい、2019年とかに結成してない？そうでもこんなに大会売ってるんだ。そうですね、3月だって、確か3月に19年だったから18かな。はあ、いいじゃないですか。平成、第6回平成若獅子会大闘牛大会、またカードもいろいろと組まれてますね。ミニ軽量風切りドリームマッチ、栄翔赤鵬対徳王、ほー、これはまた複雑な対戦ですね栄翔赤鵬は徳王と対戦でしょ、うんうん、でもともとこの徳王という牛は栄翔グループにいたからね、過去。ああ、そうですね、そうそうそう、自分の元牛と対戦させるっていうこの不思議な感覚いや本当はちょっと嫌じゃないかな。そう、栄翔グループが得を持ってたんだよ。へえ、でも風切りから盛り上げそうだな。で、特番戦、今後ちょっと注目してるのが平川健君のタッチュー、はい、連勝してるからね、はい、連勝中ですね、うん、今ね、沖ノ島から来て、うん、であれだけのタッチューでちゃんとタッチューズの使うところがまた面白いから、そうなんですよ、楽しみなんですね、またね、タッチューもね、タッチュー、うん、でタッチューが勝つことによってやっぱ沖ノ島の人たちも喜んでくれるから、はいはい、はい、自分たちの島の牛が沖縄でも活躍してるっていうところの、うん、うん、なんかね、全国闘牛サミットの交流から生まれた、うん、
そうだ、全国闘牛サミット話来ないね。何月になったんだろう。伸びたか。今まだ来てないですね。多分コロナで。コロナの影響だろうね。はい、はい、そうでしょうね。本来はもともと6月しなかったかな、新潟。はいはいはい。2年連続で開催されないというのはちょっともったいないよね。そっか、過去に全国闘牛サミット島根県沖ノ島大会で、それをきっかけに沖縄に来たタッチュー、戦闘台風リキッドとの対戦でさ、これはもう打ち合いですね、打ち合いで、荒技指名対決、竜頭連珠対久米島極裁砲、面白くなりそうですね。激突指名特番、南部闘牛組合白水王対高天竜、白水王も今連勝してますので、あ、高天竜が白水王に向かわせるか、なるほど、よく決断しましたね。これはなかなかのカードですよ、で、リターンマッチ、竜神一騎対、はい、大神力、竜神一騎対大神力か、リターンマッチ、あれ元絆無双、はあ、はあ、はあ、絆無双の時か、これいつやったっけ、なるほどな。でも大神力はまた徳之島に行って、評価を上げてからまた帰ってきてるので、ここなんだよな。で龍神域が、ちょっとこの勢いを、はいはいはい、取り戻せてるかどうかというところですね、はあ、龍神域対大神力の対戦、リターンマッチ盛り上がりそうです。で軽量級指名特番戦、高時光龍対天星、おおおおおお、いいカード組まれません。なるほどなるほど、あ、面白いな。面白いですね、これ面白いね。天星前回は全島大会でニブラに勝ってます、で高時光龍もこの間黄金株とかあれにいい勝ち方がしてるから、これはこれも楽しみですよ。これ面白いね、なるほどなるほど、これいいんじゃないですか。ほうほうほう、いや今のところ紹介していってるカードが全部いいカードなんですよ。で大型特番、ハクビシン対白王山、大型対決、体重1100キロ同士、1100キロ。で三役からは軽量級スペシャルマッチ、元沖縄軽量級チャンピオン大神拓磨王、拓磨王か、今のところ連敗してんのか、ファイティング大吉に敗れて、その後石山きらぼし三織に敗れて、王者失ってから、あ、今まだ勝ち星ありませんが、対戦相手は元徳之島の軽量級チャンピオン竜頭星、日剣爆撃、これも面白いんじゃないかな。そうですね、なるほど、なるほど、これ打ち合いだろうな。はあ、はあはあはあ、元沖縄県沖縄軽量チャンピオンと徳之島の軽量チャンピオンがまたどっちも打撃戦得意としてるからね。はあ、で中量級スペシャルマッチ、全勝工業、もう全勝工業ってきたら簡単な牛は持ってないね。そうですね、はい、全勝工業カッシンを元の金子残願、これ強いと思うよ、対戦相手が調整中です。調整決まるかな。4戦全勝、これも楽しみ、これ楽しみだね。4連勝中、これ面白いんじゃない。はい、だから相手次第なんだよな、やっぱ名前が売れてる牛だし、今後中量級のおそらくタイトル争いとかしてくるようなレベルの牛なので、どうだろうな、いいカード組めるのかな。なるほどな、カッシンをこれだけが唯一対戦相手が決まっていません。で闘牛ファン期待のファイナルマッチ、これいいよ、伊波重機昭和53年生対南西ゼウス、来ましたよ、これまたどっちも気合入ってますからね。一回流れたカードだよね。はい、もともとあれか、3月の第5回の若獅子会で組まれていたカードかな、これ。はい、だったよね。そうでした、そうでした。それが一度封切り戦で流れたものが今度はメインマッチで行われるという、あの時は、伊波重機の方がちょっと足の故障で出場できなくなってしまいました。はい。はい、ただここからまた復活してれば、これまた面白い。だからここ面白いと思うよ。うん、
最近南西グループが調子いいから。そうですそうです、負けてないよね、うん、南西グループ何連勝してるかな今グループとして。負けてないんじゃないかなここ最近。そうですね、3連勝ぐらいしてないかな。あれ本当にグループ待ってよ、3連勝4連勝南西グループはね、あ、南西でついて負けたのは南西竹虎とかぐらいじゃないかな。あ、今年調子いいですよ。まず正月大会南西ゼウスがレッドビーに勝ち、うん、で南西白子がメドルマトガイに勝ち、で南西白子大使パンダ桜に勝ち、で南西清流源番長に勝ち、うん、で唯一南西竹虎が先頭パンダに負けていますが、うん、また、南西白子、うん、高天竜にも勝ってるしね。だから軽量級とこの中量級でもいい牛持ってるので、うん、ほう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 、こういった時のグループの勢いって怖いわけよ。そうですよね、うん、はいはいはい。さあどっちも勢いに乗ってますから。どっちも勢いに乗ってるよ、はい、はい。酒飲み同士会もあの人たちも元気いっぱいだからね、はい、なるほどな、面白くなりそうです。盛り上がりますよまた、うん、投球がね、うん、今いろんなイベントが自粛とかなかなかできない状況もあるじゃないですか。そうですね、その中で投球が開催されてるっていうのはこのうるま市民とか県民にとっては一つのこの娯楽の楽しみにもなってると思うわけよ。ああ、うん、心の癒し、うん、それが毎週あるっていうのは嬉しいと思うよ。あと牛主の皆さんもね、1年間ずっと我慢してきて牛は絶好調なのに試合がないっていうストレスが1年間あったから。ありましたね、はあ、こっからだね、はあ、少しずつ少しずつ。この間の全島闘牛大会見てもちょっとホッとしたよね。あ、やっぱこれが沖縄の闘牛だっていうこの盛り上がり。ああ盛り上がりがね、うん、はあ、うん、そう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 、やっぱうるま市はすごいなと感じさせるようなこの盛り上がりだったので。ああ最近からまた家族で来たり女性ファンが増えてまして。女性多いよねやっぱりね。びっくりしましたね、女性多いよね。全島でも、はい、多いです多いです多いね、うん、あと若い皆様、うん、中学生高校生、そう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 、はい、中学生高校生も多いわけよ。ああ、うん、だから昔では考えられないような土俵入りもあと牛を退場させる時も女性が手綱持ってることも多いさ。多いですね、うん、うん、今回のそれ池香辛龍も、はい、神谷美希ちゃんが牛引っ張って入ってきよったし、はい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 、で、あと石山きらぼしみよりのみよりちゃんとか、うん、うん、綾瀬ちゃんなんかもそうだしね、うん、うん、土俵入り結構女性が引っ張ってくるんですよ。そうですね、最近から多い多い多い、うん、目にするようになりましたね。南部の第10王とかなんか小林彩香ちゃんを引っ張ってくるでしょあんな体重1300キロぐらいある牛を彩香が引っ張ってくる。小柄の体で、ね、そう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 、彩香自身が小さいからもう第10王が相当大きく見えるわけよ。そうなんですよね、ああいったのをなんか一般の人も あんだけ試合では強い牛がこんな風におとなしいんだっていうのも、普段なんか牛舎での生活っていうのも見せたいよね。この間の NHK のドキュメントとか、はい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 、QAB のドキュメントなどでも、うん、牛の見方変わった人多いと思うわけよ。そうですね、やっぱ家族一緒になって、うん、育ててる、だから愛情かけてるからこそ強いっていうのが、うん、多くの人に伝わったんじゃないかなと思うね、うん、うん、そうよ、この闘牛牛からあの裏の場面もね、そう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 、見てたし、うんうん、そうね、負けたら悔しくて涙するし、勝っても嬉しくて涙流すし、うん、あれはね思うんだけど動物がしか出せない感動だと思うわけよ、うんうん、あれはまあこれも人間のスポーツとかいろんな格闘技球技も好きだけど、はいはいはい、それとはまた違った動物だからこそ伝わるような感動と興奮であると思うわけよ。あ、うん、だからあの闘牛のこの牛の戦いに魅了されるんだろうね。まあ動物に対する愛ですかねこれ。そうそう、愛なのかな。あと動物のなんていうのかな、闘争本能の凄まじさ、うん、うん、負けてたまるかっていうあの気持ちの強さというのは、うん、ちょっとなんか他の
競技、人間のスポーツとはまた違ったドラマというか、この迫力なんだろうね、はい、言葉ではなかなか説明できないけど、あれはやっぱ動物がしか出せないものだと思う、ね、はいはい、うんうん、不思議と、うん、不思議とすごいよね。ぜひあれはね、やっぱり生で見るべきです。そうですね、はい、6月大会が毎週ありますので、まだ大会見たことないという方はぜひ、紹介ください。はい、お待ちしてます。ちなみに今赤嶺豊さんから LINE 来まして、来てます、 LINE が来てですね、え、格力やるんですかって聞いたら格力したこともないけどやらないといけないみたいですって言ってLINEがだから俺、赤嶺さんボクシング部っていうのは聞いてるけど、こんなは聞いたことないですよね、格力したことないやらないといけないみたいですってこれなんでよ、主催者の主催者に言われてるのかな。はい、赤嶺さん頑張ってください。これも楽しみにしております。さあ、お送りしてまいりました伊波大使の闘牛列伝。この番組は闘牛ショップ牛の島、やら闘牛ビデオ、居酒屋牛神、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、各社の提供でお送りしました。この後8時からも生放送。